一致は最近、義士が離婚し、養育費ももらえないでいることを知る。事情を聞きに行き、元義士夫の非道な行いに、怒りを抑えきれない一致。その数年後、一致はあるプロジェクトで、元義士夫と一緒に仕事をする羽目に。一致に気づいた元義士夫は圧力をかけてきたが、一致は無視して仕事に集中していた。しかし自分に気があると勘違いした元義士夫が、一致に慣れ慣れしく迫ってきて。元義士夫と仕事することになった私。上役からの質問に正直に答えた結果。もう、信じられない話を今聞いてきたの。頭に来たけど友達にも言えないから、ここで愚痴らせて。な、何があったの？吐き出したいなら聞くよ。溜めておくと体に良くないよ。ここで吐いてすっきりしたいな。最近知ったんだけど、義士が離婚していたんだ。それが普通の離婚じゃなくて、聞いた時は腹綿が煮えくり返ったわ。ことの始まりは止めからの電話だった。嘘だろ、それ本当なの、母さん。夫が戸惑った声を上げたので、家事をしていた私も何事かと耳をそば立てる。夫はさらに二言三言止めと話した後、電話を切り、深いため息をついた。どうしたの？ウトさんに何かあったとか？ウトメも年だから、健康に問題が起こってもおかしくない。入院か、と構えた私に、夫はしかめっ面で答えた。いや、両親は問題ないよ。問題なのは姉さんの方。お姉さんに何かあったの？義士のシーコは確か結婚して5年。子供にも恵まれ、幸せに暮らしていると思っていたが。姉さん、離婚したんだって。親権は姉さんが持つんだけど、養育費が。養育費がどうしたのよ？私、よく知らないけど、お姉さんの旦那さん、A さんだっけ、確かサラリーマンだったわよね。だったら毎月何万か払うぐらい。と言いかけた私を、不満そうな夫の声が遮る。それが、養育費を払うもんかって姉さんに言って、会社を辞めちゃったんだって。実家にも帰ってないようだし、姉さん、かなり困っているらしくてさ。何それ。離婚後、養育費を払いたくない人がいるとは、私もネット記事などで知っていた。しかしまさか、会社を辞めてまで、養育費の支払いを拒む人間がいるとは。怒る私に、夫が拝むような仕草で頼んできた。なあ、一致。悪いけど週末空いてたら、姉さんのところに行って、話を聞いてきてくれないか？結婚の時の事情があるから、姉さんってば、母さんにも相談とかしてないみたいなんだよ。養育費もないとなると、かなりきついと思うし。ほら、姪の B 味は喘息だから。私も盆や正月に何度か B 味に会ったので知っている。姪は生まれた頃から小児喘息を患い、義士は献身的に看病していた。B 味を一人にして働きに出ることは、今の義士にはできないだろう。かといって結婚の際、散々反対した乙女に、頼るのもできない、といったところだろうか。義士の複雑な感情はわかるが、それはそれとして、まず B 味のことを第一に考えるべきだと思う。そのために私ができることがないかを聞くため、週末、私は義士の家を訪れた。それでその、どうして離婚になったんですか？あ、言いにくかったら言わなくてもいいですが。義士はぶしつけな私の質問に、疲れたように笑って答えてくれた。いいの、私も誰かに話したかったから。こんな情けない話、とても友達に言えないわ。かといって、お母さんたちに言ったら、それ見たことかと叱られそうだしね。義士が結婚するとき、乙女はかなり反対したと、夫から聞いている。理由は義士が初婚だったのに対し A が再婚だったから。育てた娘に幸せな結婚をしてもらいと願うのは、間違いじゃないが、乙女はやりすぎたと思う。あまりにも強烈に反対するので、かえって義士の結婚熱が高まってしまったのだ。結局、駆け落ちも辞さないという義士の覚悟の前に、乙女が俺、結婚を認めることに。だが、乙女が反対した理由を、もっとよく考えるべきだったと義士はこぼした。結婚前に、あの人を探偵に調査させたって言って、お父さんがレポートみたいなのよこしたのよ。なのに私ったら、怒って身もせずに破いたりして。あの時ちゃんと呼んでいたら、同じ過ちを繰り返さずに済んだのかもね。同じ過ち、と義士が言うのは A の浮気癖のこと。実は A の最初の離婚原因も浮気だったのだ。広告会社に勤めている A は、モデルや女優の卵とも知り合う機会が多い。乙女の調べたところによると、結婚後数ヶ月で、複数の女性と A は浮気していたのだという。浮気がバレたものの、結婚期間が短かったため、数十万の慰謝料を払うだけで前妻と別れたらしい。その後もモデルたちとの付き合いは続けていたが、結婚には至らなかった。そんな時に義士と出会い、結婚したのだが、付き合いを切らず、ずっと浮気を続けていたわけだ。私、
全然気づかなくて、世間知らずってダメね。夫が仕事で遅くなるとか泊まりになるというのを、素直に信じ込んでいたのだから。でもそこまで浮気症だったのなら、日常の態度で怪しいと気づきそうなものだ。というか、複数の女性と付き合っていたら、ホストでもない限りボロを出すと思うのだが。私の疑問に、騎士は苦笑して答えてくれた。付き合う人の名前にね、私や B 味の字が必ず入ってるのよ。というか、そういう女の人を選んでいたんでしょうね。万が一、浮気相手を名前で呼んじゃっても、私に怪しまれたりしないように。何それ、最低。私は憤慨した。騎士によると、浮気に気づいたきっかけは、たまたま B 味の診察で、大学病院に出かけた時に、ホテルに向かう A と浮気相手を見つけたことだという。C ちゃん、って声がしたから振り向いたら、夫がいるんですもの、驚いたわ。でももっと驚いたのは、夫が呼んでいたのが、私じゃなく浮気相手だったことね。騎士は気丈に振る舞っているが、ショックなんてものじゃなかっただろう。もし夫が他の女を私の名で呼んでいたら、私ならその場でヒステリーを起こしそうだ。その場はなんとかやり過ごした後、調査会社に頼み、A を調べると証拠はすぐ集まったという。C ちゃんって呼べる女性は、3人もいたのよ。驚いたなんてもんじゃなかったわ。と騎士は笑うが、娘の名を持つ2人のモデルと、関係を持っているのを知った時は、さすがに体が震えたらしい。もう一刻も早く縁を切りたくて、弁護士に頼んで慰謝料と養育費の請求したんだけど、一回離婚を経験しているから、きっと慣れてたのね。離婚届には判を押したものの、自分の分の貯金をさっさと引き出し、会社も辞めて行方をくらました、という状況らしい。弁護士も居所がわからなくては、慰謝料や養育費の請求ができないし、仮に居所がわかって請求したとしても、無職では取り立てるの難しいと困惑していたという。本当にもう、八方塞がりよ。あんなのに引っかかった私は自業自得だけど、娘がかわいそうでね。と、寂しげに笑う騎士に、良い知恵が湧かない私は助言すらできなかった。何かあったら遠慮なく言って、と伝えるのがせいぜいだ。溜まった鬱憤を、ネットで吐き出して気が済んだが、これからの義士と名の生活を思うと、気分が暗くなるのが抑えられなかった。慰謝料はともかく、養育費なしで、病気の子供を育てるのは辛いね。せめて元義士夫の居所がわかるといいんだけど。いや、こういうやつって逃げ足早いよ。突き止める労力が無駄になるから、諦めるのもありだと俺は思うぜ。養育費も払わず、行方をくらました元義士夫に、怒りを募らせる一致。それから数年後、一致の会社が CM を制作するが、引き受けた広告会社の担当が元義士夫だった。会社側の担当者が一致だと気づいた元義士夫は、一致に圧力をかけてきたが、それを逆手に取り、周囲に事情をばらしたため、元義士夫は立場を失う羽目になったのだった。数年後、心配した義士と名の B 味は、うとめの元で元気に暮らしていた。孫を心配するうとめの説得に義士が折れ、実家で暮らし始めたのだが、B 味の小児喘息も良くなってきているので、母子二人で暮らすよりはマシだったと思う。義士も、別れた A とのことは吹っ切れたようだ。あの人と結婚して、良かったことは、B 味を授かったことだけね。男を見る目を養うまでは、再婚なんてしないわ。と笑う義士は、私の目から見てもたくましくなったと思う。白状者の A に言いたいことはたくさんあるが、義士と名が幸せならまあいいか。と思っていたのだが、運命とは皮肉なものだ。今月発足した CM プロジェクトで、広告会社側の担当者として来たのが A だったのだ。私も一目で分かったが、向こうもそれは同じだった。あ、A と申します。はじめまして、よろしくお願いいたします。はじめましてじゃないだろ。と言いたい気持ちをこらえて私も挨拶を返す。そうか、広告会社を辞めてバックれたと聞いたが、業界は変えられなかったのだろう。今までどこに隠れてたんですか、とか、養育費支払い滞ってますよ、と叫びたくなったが、仕事とプライベートをごっちゃにするのは良くない、とその場では我慢した。しかし A はそんな私の気持ちを見透かしたのだろう。私がトイレに立ったタイミングで追いかけてきて、圧力をかけてきたのだ。おい、一致ちゃん、ちょっと話そうぜ。トイレから出たところで声をかけられ、有無を言わせず自販機が並ぶ隙間に押し込まれる。ちょっと、何するんですか。体が大きい A が、小柄な私に覆いかぶさるようにしたため。恐怖心が湧いたが、強がりで言い返す。けれども A はにやりと笑うと、低い声でこう言ってきたのだ。余計なこと言うなよ。俺はモデルたちに顔が利くんだ。
俺が一言言えば、彼女たちに担当を変えろと、騒がせることだって朝飯前なんだぞ。あんただって、プロジェクトの途中で、担当を外されたりしたくないだろ？確かにこのプロジェクトは私にとって昇進のチャンス。だから自分からプロジェクト期間中に、波風を立てるつもりはなかった。だからといって、A の言いなりになるつもりはない。その決意を秘めて、A をじっと睨みつけたのだが、彼には通じなかったらしい。むしろ私が怯えていると思ったらしく、もう一度黙ってろと言い捨て、上機嫌で去っていった。早速私は、その日の夜、義士に A と会ったことを告げたのだが、なぜか義士の反応は鈍かった。お姉さん。いっちちゃん、今そのプロジェクトのメンバーなんでしょ。離婚してからずっと、いっちちゃんも弟も、私と B ミによくしてくれたわ。なのに私のせいで迷惑をかけることになったら、とても耐えられない。勤め先を教えてくれたのには感謝するけど、私が何かアクションを起こすのは、いっちちゃんのプロジェクトが、無事完了するまで待つことにするわ。義士の人の良さは知っていたが、そこまで遠慮することないのに、と走り入りする。夫にも相談したものの、姉さんがそう言っているなら、と煮え切らない。結局、当事者の義士が何もしないなら、私は傍観するしかないのだ。救いはプロジェクトの終了日が、養育費請求期限の1ヶ月前だということ。私も調べて初めて知ったのだが、実は養育費には請求期限がある。もし A が見つからなかったら時効になっていたが、今はその心配はない。プロジェクト終了後に届くであろう、内容証明を見て驚け。という気持ちで、日々淡々と A に接していたが、その態度を見て、彼は何か勘違いしたらしい。私にやたらと構ってきたり、気味の悪い流し目をしてきたりしたのだ。もちろん私は気持ち悪くて、なるべく離れていたが、打ち合わせなどではそうもいかない。無理やり隣に座ろうとしたり、やたら触ってくるのをなんとかかわしていた。そんな私と A の態度を周囲も変に思い始めたようで、ある時 CM のディレクターである B さんに、私はズバリと聞かれてしまった。いっちさんって、A さんとどんな関係なの？どんな関係と言われても、と困ったが、まさか義士のことを言うわけにもいかない。A に気づかれて、内容証明を義士が送る前に、またバックレられても困るからだ。仕方なく私は、当たり障りのない返事をした。A さんって、ほら、女の人には調子がいいだけで。モデルやスタッフの人にも、女性なら声をかけていますよね。私に慣れ慣れしい、じゃなくて、フレンドリーなのもそのせいだと思います。しかし鋭い D さんは、その答えでは納得してくれなかった。そうかしら？なんか一致さんとだけ、微妙に距離が近い気がするのよね。当たってます、元親戚の距離感ですから、などというわけにもいかず、口ごもる私。D さんはなおも追求の手を緩めない。それに一致さんだけ、ちゃん付けで呼んでるし。他のモデルさんとかスタッフさんは、子猫ちゃん、なんて呼んでるのにね。あんなクマみたいな大男が、猫なで声出してるのには笑えるけど。ね、ここだけの話にするから教えてよ。昔、A さんと恋人同士だったりしないの？気持ち悪すぎて、私は思わず全力で否定してしまった。ないですから。あんなカスと付き合うぐらいなら、本物のクマと暮らす方がよっぽどマシですよ。D さんはキョトンとしていたが、いろいろと限界に来ていた私は、思わず口を滑らしてしまった。だいたい A さんが私をちゃん付けで呼ぶのは、きっと自分の娘と似た名前だからで。あ、しまったと思ったがもう遅い。D さんに根掘り葉掘り聞かれ、とうとう私は義士と姪のことを喋ってしまった。と言っても、A が浮気相手を、妻や娘の愛称で呼んでいた、ということだけだが。しかしその話だけでも D さんには十分だったようだ。うわ、キモ。んじゃ、娘と同じ名前の女と浮気してたってこと？ちゃん付けはその名残？うわぁ、ないわぁ。二の腕をさすりながら鳥肌が立つと震える D さん。周りにいた人も同感のようで、キモいキモいと、口々に言い合っている。ここまで来たらもういいや、と思った私は、自分の推測も D さんに打ち明けることに。モデルさんたちを子猫ちゃん、なんて、気持ち悪い呼び方で呼んでいるのも。浮気がバレた経験を A さんなりに学習してるんでしょ。全員を子猫ちゃんと呼んでいれば、名前の呼び間違いなんて起こらないですからね。ドン引き、という顔をしていた D さんだったが、行動を起こすのは早かった。周囲にさっと注意という名の噂をばらまき、さりげなく A の女癖の悪さを広めたのだ。噂を聞いたモデルや女性スタッフも、A から距離を取るようになり、一気に孤立。A も噂の出元は D さんだと分かったようだが、まさか単なる広告会社社員の立場で、ディレクターに逆らうわけにもいかない。一度、私が一人になった時に、お前、何か余計なこと言ったのか？
と凄まれたが、大声で、モデルさんたちに相手にされなくなったからって、私に手を出すのはやめてください。私はどっかの誰かと違って、結婚したら浮気しないと決めているんです。と叫んだら、D さんたちが集まってきて、私を助け出してくれた。一輝さんはあなたと違って真面目なの。妙なちょっかい出している暇があるなら、仕事しなさいよね。でないと業界にいられなくするわよ。と D さんが冷たく言うと、A は反論もできず、悔しげに去っていった。それからは何事もなく、とうとうプロジェクト終了の日を迎える。明日から A の顔を見なくて済む。そう思うだけで私の機嫌は良くなったが、その夜の打ち上げに現れた人たちを見て、私は満面の笑みを浮かべた。打ち上げ会場の居酒屋に現れたのは、義士と乙女、それに義士の弁護士だったからだ。一輝ちゃん、ありがとね。あなたのおかげで、滞っていた慰謝料や、養育費請求の話が進められるわ。A は義士たちの顔を見るなり、逃げようとしたが、周囲を D さんたちががっちり固めていたので、どこにも行けずうろたえるばかり。実は D さんにだけ、以前 A が支払いをバックれたことや、養育費の事項のことなどを、こっそりと話しておいたのだ。その甲斐あって、打ち上げ中 A が逃げないよう、D さんたちが周りを囲んでくれたのだと思う。やっと見つけたわ。浮気の慰謝料と養育費、今度こそ払ってもらいますからね。と義士が言うと、本性をあらわにした A が、逆切れして言い返してきた。うっせぇ。そんな金、払うもんか。畜生、もう少しで時効だったのに。いいさ、また逃げてやる。やはり A は時効狙いで逃げていたようだ。あまりの卑怯さに一発入れてやろうかと、私が拳を固めていると、D さんが A さんの肩をどついていった。あんたみたいなやつ、私大嫌いなのよねー。逃げられるもんなら、逃げてみなさいよ。その代わり、もう広告業界にはいられなくしてやるわ。今の会社を辞めたら、もうどの広告会社も、あんたを雇わないでしょうよ。あんたが好きなモデルや女優との付き合いも、できなくなっちゃうかもねー。女好きの A にとって、広告業界にいられなくなる、という D さんの言葉は重かったのだろう。うなり声を上げ威嚇するクマみたいだったのが、あっという間に降参し、尻尾を丸めた犬のように従順になった。義士の弁護士に言われるまま書類にサインし、慰謝料と養育費は給料天引きで支払われることに。勤め先と同時に住所もわかったので、もう簡単には逃げられないだろう。サイン済みの書類を手にした義士は、目を潤ませて私の手を握りしめた。ありがとう、一輝ちゃんがいてくれたおかげで、請求できたわ。私のせいで、いろいろと我慢させてしまって、本当にごめんなさいね。そんな、お姉さん、いいんです。気にしないでください。本当はストレスでジンマシンになるほど、A と顔を合わせるのは嫌だったが、終わり良ければ全てよしだ。肩を落として居酒屋を出て行った A を見送った後、再度乾杯し直して飲んだミールの味は格別だった。その後 A は、義士に慰謝料と養育費を払うため、カツカツの民房生活に転落したらしい。なんでも D さんが、広告会社のトップに話を通して、A のボーナスまで支払いに回すよう、手配してくれたのだという。後日、別件の打ち合わせで D さんに会った時、どうしてそこまでしてくれたのかと聞くと、D さんは肩を含めて教えてくれた。実は私も両親が離婚して、母親だけで育てられたんだよね。もちろん養育費ももらわずに、ね。昔は仕方なかったかもしれないけど、令和の時代になっても私のクズ親父と、同じことしている奴がいるって分かって、頭に来ちゃって、思わず追い詰めちゃったのよ。支援が混じっていたとはいえ、D さんのおかげで、義士たちは養育費を得られたのだ。仕事で頑張って D さんに恩返しをしなきゃと、私は気持ちを新たにしたのだった。養育費の事項なんて、元義士夫はよく知ってたな。きっと金を取られたくなくて調べたんだろうが、結局払う羽目になってざまあだぜ。娘と同じ呼び名で浮気相手を呼ぶって、キモすぎるよ。そんな風に呼ばれて喜ぶ女がいたら、お目にかかりたいわ。今回は、養育費をバックれた元義士夫に、一輝が義士の代わりに復讐した話でした。もしもあなたが一輝のような目にあったら、どうしますか？コメントにて教えてくださいね。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ちなみに、養育費請求権の時効は、権利があると知った時から5年だそうです。